覚めげて今夜は群れ以下ですよ日頃の世の中へ悩みがある方々どうぞ何だけは俺は絶対なりたくない今の日本は腐り気生きてると思わないかいそんなに嫌なら自分が総理大臣にでもなるそのための努力をしてみせろよ必死必死必死この国を脱出して新しい国を作るというのはいかがですを気に召すまま向こうを見ず音楽で自己主張が優しいのせいを直に感動する勇気はあんたにはないな大変嘘くらいあんたの顔は引けしめた「つぶやくだろう」